おや？くんくんくん、コッコロちゃん、気がつきました？とてもいい香りですね。本当にとても食欲をそそられますね。ふふん、帰ってきたわね。今日は私が料理を作ってみたから、遠慮なく食べなさいよね。キャルちゃんが料理、急にどうしたんですか？別に理由なんて。料理してるあんたが楽しそうだなとか、いつも作ってもらってばかりだから今日は私がとか、全然思ってないんだから。めっちゃ思ってるじゃないですか。うっさいバカ。キャル様はお掃除もバッチリですので、いつどこへお嫁に行っても恥ずかしくありませんね。え？ちょ、嫁って。別にそんなの全然考えたことないし、相手だっていないし。先日はアイドルに憧れ、その前は魔法少女、今回は新妻ですか。キャル様の憧れはとどまるところを知りませんね。昔の話を蒸し返すんじゃないわよ。忘れなさい。よーし、私も負けてられません。今から新妻の特訓をします。あなた、ご飯にする？ご飯にする？それともご飯ん？ペコリーヌ様の新妻は当分先のようでございますね。プリコネチャンネルリダイブ。ラジオをお聞きの皆さん、1週間ぶりですね。おいっす、ペコリーヌ役マオです。ラジオをお聞きの主様、おいっす、コッコレ役伊藤美久です。ラジオをお聞きの皆さん、ぶっこおいっす、キャル役立花梨花です。今回のオープニングショートトントン、はい、コント台本は、うん、フリコネームシルバーペンギンさんの投稿でした。かわいい、キャルちゃん、キャルちゃん、何でもできちゃうんだから。いやだってキャル自分で作らないと魔物食べさせられちゃうから。あ、美味しいですよって。悲しいな。はい、じゃあさて今回のオープニングの話題、プリンセストークのお題来ております。こちらです。はい、うん、プリコネーム逆さま団子さんからいただきました。ありがとうございます。配信日である今日10月1日は中秋の名月ということで、うん、今週のプリンセストークは一緒にお月見を楽しみたいプリンセスなんてどうですか。ちなみに僕が一緒にお月見を楽しみたいプリンセスはペコリーヌです。あら、花より団子ならぬ月より団子ですね。と言ってお月見団子を口いっぱいに頬張ったペコリーヌの姿が想像できますよね。確かに。かわいいだそうです。かわいいですね。いやもう、そっか、もう10月なんですね。早いわね。早いですね。驚き、秋になるのは早いですね。いやもう私なんかこういう、うん、和風のものはもうルカさんがもう似合いすぎるんじゃないかと思うんですよ。もう縁側で一緒に食べたい。確かに。わー、そうだな、うん、誰がいいかな。あ、そう、あとあのミミちゃん、ウサギちゃんで食べちゃうぞって言って、なんか、かわいい、キャーってやりたい。ナイスアイデアですね。それだ、ウサちゃんがいる、それだ。ちょっとそれしか思いつかない。しまったな。頭の中がミミちゃんになっちゃいました。いいですね、うん、かわいい。お団子一緒に食べたい、ミミちゃんと、うん、お月見か。あ、なんか月で言ったら、はい、七日とか一緒にお月見したらなんかこういろいろポージング決めてくれそう。確かに。ポージング月をバックに。月ポージングは、うんうん、いいですね。いいですね。お団子食べたい、食べたい、食べましょう。食欲の秋ですから。そうですね、いっぱい食べましょう、うんうん。さてさて、プリコネチャンネルリダイブ、この番組はゲーム、そしてアニメ、プリンセスコネクトリダイブの世界や魅力を余すところなくお届けするラジオ番組です。それではそろそろ冒険の旅に出発しましょう。プリコネチャンネルリダイブ第159回。プリコネチャンネルリダイブ、この番組はサイゲームスの提供でお送りいたします。プリコネインフォメ。では
ここでゲームプリンセスコネクトリダイブの最新情報をお知らせします。ブルーレイ情報です。10月2日にアニメプリンセスコネクトリダイブのブルーレイ第3巻が発売されます。アニメの設定集やゲーム内アイテムがもらえるシリアルコードなど特典も豪華になっているので、ぜひチェックしてみてくださいね。ゆうきくんのイラストが目印ですよ。続いてストーリーイベント情報です。ストーリーイベント響け絶叫ハロウィンゴーストフェスティバルを開催中です。怖いと噂のハロウィンパークのお化け屋敷を舞台に、ハロウィン姿のつむぎちゃん、レイさん、まつりちゃんの3人が活躍しますよ。またストーリーイベントを進めるとハロウィンバージョンのまつりちゃんが仲間になるので、ぜひプレイしてみてくださいね。星録情報です。10月7日にニノンちゃんの星録才能開花を開放予定です。うん、星録に才能開花するとステータスだけでなくユニオンバーストも強化されますよ。ぜひニノンちゃんをさらにパワーアップさせてくださいね。キャンペーン情報です。10月7日からノーマルクエストドロップ量2倍キャンペーンを開催予定。キャンペーン期間中、ノーマルクエストクリア時に獲得できる報酬の量が通常の2倍になります。以上プリコネインフォメでした。プリコネチャンネルリダイブ。改めまして、パーソナリティのプリンセスコネクトリダイブ、ペコリーヌ役マオです。パーソナリティのコッコレ役伊藤美久です。パーソナリティのケル役立花梨花です。今回の番組前半のメールはゲームについての普通の特集です。はい、早速参ります。プリコネームシルバーペンギンさんからいただきました。ありがとうございます。美食伝の皆さん、おいっす。おいっす。先日9月13日にプリコネあるあるのハッシュタグでツイッターのトレンド1位を獲得したということで、おめでとうございます。ありがとうございます。そしてジュエル1500個もいただき、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、皆さんのプリコネあるあるがありましたらお答えいただきたいです。ちなみに私のプリコネあるあるは、マナはいつも不足しがちです。それなそれなこれはもうみんなあと私最近あった、ちょっと自分でも危ない危ないと思ったあるあるがあるんですけど、うん、はい、うん、模擬戦闘で満足しがち。あクランバトルね。そう、クランバトルで高得点出してよしって言って終わって、あ違う、今のボギーボギーボギーってなってこっからだ。そう、まだ一発叩いてないとかが。あーなるほど。満足しがちっていう。私あれかな、あの同じ装備をこう必要になる子が何人かいるときに結構迷いがちなんですけど、はい、こうランクアップ、これがあればランクアップできる子に注いでしまいがち。あ、わかります。でもランクアップしたからって、あ装備が足りないからグヌヌってなったりとかするんですけど、結構迷うね誰につけるか。なるほど。私は結構その自分が好きなキャラクターに全部注ぎ込みがちですね。ああもう誰かわかったな、もう行くぞって言って決めて全部やったりします。でその後に、え、いや違うよ、こうやってやった方が効率がいいんだよって言われて、へーってなることそうなんだの。でも愛があるから、愛で来ちゃったここまで。プリコネは愛でできてるからありますね。じゃあ続きまして、プリコネームアスパラさんからいただきました。ありがとうございます。美食伝の皆さん、おいっす。おいっす。最近時間があるときにストーリーを読み返しているのですが、うん、話が進むにつれてキャルちゃんの警戒心が解けてデレ要素が増えていく様子が非常に可愛いです、うん、特に2部の育児に勤しむ様子や、うん、記憶を取り戻したゆうきくんへのセリフが好きです。コッコロほどではないもののお世話焼きなのかもしれませんね、うん、いやちょっと見てくださいました、うん、もう可愛い。いやなんだかんだ面倒見がいいんですよね。いいんですよね。そうですよ、はい、好きってなる。いやしかしあの育児のところはみんな本当みんなおかしいっていう、いい意味ですごくいい意味で、うん、はい、ぜひ何回でも見てください。続いてプリコネームシュガーワルツさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんおいっす。おいっす。推しプリではなく推しセリフなんですけど、京香ちゃんといえば変態不審者さんですよね、うん、とんでもないパワーワードなんですが、私はもっと好きなセリフがありまして、それは初めて手をつないだ男の人があなたでよかったのかな、お母さんに聞いてみようかなです。
もうこのセリフがとにかく可愛くて、こんなこと聞かれたらなんて答えればいいのか分かりません、うん、皆さんだったら娘にこんなこと聞かれたらなんて答えてあげますかと。シュガーワルツさん女の子でよかった、よかった連れてきなさいえ、なんて言おう、なんて言おう、だから自分がお母さんってことですよね、自分がお母さんだったらでしょ、えどこのお兄ちゃんかな、今度連れてきてお家に目が怖かった、真剣だった、おいくつ結構真剣確かに誰かは気になりますね、確かに、うん、初めて手をつないで男の人がって言ってましたから、男の子じゃないですからね、人あ誰、できれば電話番号まで押さえてきてくれるうわ、警戒しちゃうかもしれないですね、確かにな、まあ、どんな人かの尋問が始まりますわな、うん、これ心配ですからね、今度お母さん会いたいなってなる、うん、バナナな優しく見せて、はい、では続きましてプリコネームリオさんからいただきました、ありがとうございます。美食伝の皆様、オイスです、オイスで す。プリコネといえば絆が大きなテーマになっています、うん、美食伝やカルミナといったギルドメンバー同士はもちろん、1対1の絆もエモ感がありますよね、うん、巷ではカップリングとも言いますが、お、うん、ペコちゃんとキャルちゃん、初音ちゃんとしおりん、ゆりちゃんとあかりちゃん、サレンママとスズメ、しのぶさんとみやこちゃん、コッコロタンとあるじ様、そんな中で私の一押しはかすみちゃんとしおりんの魔法少女ペア、あスピンオフでアニメ化してほしいくらいです、かっこ笑い美食伝の皆様はどの組み合わせに尊さを感じますか、あるいはこんな組み合わせを見てみたいペアはありますか、ということですね、うわなるほど、こんな楽しみ方もあるんですね、うん、なるほどな、いや確かにママサレンはスズメちゃんなのか秋野さんなのか問題、あそうなんですよ、でも最近あの星6一緒に来たのがエモすぎて、そうなの、そうなの、どっちってなる、うん、なりますね、クリスティーナとジュンさんもいいですね、いいいいずっと見てられる、うん、あー誠とユイとかもなんかいい、あそうですね、ちょっと友情ドキドキしちゃう、うん、しのぶとみやこもいいんだよな、そういいんですよ ね、もう本当に可愛い、確かにふわふわっとしてて可愛い、でも魔法少女ペアちょっと最初意外でびっくりした、あ、うん、ここ二人なんだと、うん、確かに、うんうんうん、スピンオフでアニメ化できそう、見たい見たいよ、いろいろ揃ってる感じがすごい、ね、できる要素が、うんうん、最近使っててハ、うん、ってなったのはラビリスタさんとムイミちゃん、あーよいミニオンバースト打つときに合わせるよっていう風ヒーヒーっていつも聞くときもニヤニヤしちゃう、ニヤニヤしちゃう、強ですな、ですな、はい、じゃあ続きましてプリコネームケチャップさんからいただきました、はい、ありがとうございます、皆さんおいっす、おいっす、先日プリコネを布教した友人からメインクエストをここまで進んだよと画像付きで送られてきたのですが、うん、その画像がワニゴンの例のシーンでした、わら着々と進めてくれている友人を嬉しく思いながら懐かしいなと思いました、うん、最新のメインクエストの牛さんも美食伝らしいほんわかしたエピソードでとても良かったですね、うんうん、メインクエストやイベントのボス前のこういった寸劇的なやつは最初の1回しか見られないので、更新された時は必ず録画しながらボス戦をやってます、あ頭賢い、あそうしたらいいんだ、確かにできますからね、うん、画面録画、うんうんうん、そうなんですよね、あそこクリアしちゃうとそうね、見られないんですけど、あそこのボス戦の時はもう収録の時から楽しい牛さんも面白かったです、牛さんも面白かったですしね、面白かった、ペコちゃんってなペコちゃんってなりました、ね、結構ねドタバタで楽しいですね毎回、続いてプリコネームアリシアさんからいただきました、ありがとうございます、皆さんおいっす、おいっす、会社の先輩をプリコネに誘ってみたのですが、うん、なかなか始めてもらえませんでした、うん、でも初中見舞いでジュエル5000個配布の時にまた誘ってみたら、うん、休日の間にリセマラして無意味以外のプリフェスキャラを無課金で入手していてビビりました、なんだと、その後クエストを進め初めて72時間以内に天井までガチャを回しきり無意味を入手できたそうで、先輩強すぎるか
休日も終わり仕事をしているとプリコネの話をしたことのない同僚2人からフレンド申請したのでお願いしますと言われて何のことだか分かりませんでした。先輩が布教していたようで、うん、そこから私の ID も教えてもらったそうです。今では仕事の手が空いたタイミングや休憩時間にみんなでプリコネの話をするのがとってもすごく楽しいです、うん、PS クエストの攻略に必要だからとフレンド枠に置いている星6日和を外すと怒られるので外せなくなりました。あーでもいいですね。いいですね、すごい。めっちゃ広がってるプリコネの輪が。みんな布教頑張ってくれてる。すごい、ありがとう、うん、嬉しいですね。嬉しい、うん、先輩すごいな、うん、先輩すごい。ずっと置いてあげて。ひよりちゃんも置いてあげてください。先輩にもよろしくお伝えください、うん、以上今回の番組前半はゲームに関しての普通の特集でした。ゲームプリコネにはキャラクター、ストーリー、バトル、イベント、ギルドハウスなど多彩な要素がありますので、いろんな角度からメールを送ってみてください。ご投稿よろしくお願いします。番組後半はあんなコーナーやこんなコーナーをやっちゃいます。最後までお聞き逃しなく。ではここで一曲お聴きください。ストーリーイベント響け絶叫ハロウィンゴーストフェスティバルのテーマ、レイ CV 早見沙織さん、つむぎ CV 木戸いぶきさんでパラドックス。ということでパラドックスをお聞きいただきました。おしゃれ、おしゃれですね。なんかゴージャスっていうなんかかっこいい、ね、これ掛け合いもいいですね。いいですね、とこの、うん、いや紬よかったな。レイ様と歌えてよかったな。では今回の後半はこのコーナー、プリコネ大喜利。こちらはいわゆるネタ投稿コーナーです。うん、今回はお題、さすがにプリンセスが引いた岸くんの一言、誰に何と言ったの特集です。今回もラジオの岸くんノリノリです。ノリノリの方向よ、方向よ。大丈夫なの、うん、では早速プリコネームマキシンさんからのさすがにプリンセスが引いた岸くんの一言、玉木に何と言った。たい焼きよりタピオカだよね。うわ、今どき、うわ、今どき美味しいけどね。では続きまして、プリコネームクラッチーさんからのさすがにプリンセスが引いた岸くんの一言、リマに何と言った。ヘイタクシー。こらこれはこれはいかんですよ。これそうだよ、本当にタクシーではない、うん、続いてプリコネームサバージのカジキマグロさんからのさすがにプリンセスが引いた岸くんの一言、プリンセス全員に何と言った。ここおごるよ、こっころからお金もらってるから実質タダだし。タダじゃないんだよお金は。こっころは一生懸命働いているんだよ、タダじゃないよ。おごるよじゃないんだよ、変わらんの。ぶれないな。
ではプリコネームあるじかっこサマーさんからのさすがにプリンセスが引いた騎士くんの一言、ねねかに何と言った？うちのコッコロはそっちのまさきと違って3食出して家事全部やるだけじゃない、その上お小遣いまでくれるんだ。紐対決、違うんだ、違うんだよな、張り合うとこそこじゃないんだよね。では続きまして、プリコネームアップーさんからのさすがにプリンセスが引いた騎士くんの一言、ねねかに何と言った？たくさんのコッコロちゃんに甘やかされたいからコッコロちゃんをコピーしてください。いやこれはちょっと、うん、ミラーミラーしてほしいね、欲しい欲しいけど、いい理由が、うん、続いてプリコネーム今日の朝ごはんは天井さんからのさすがにプリンセスが引いた騎士くんの一言、みそぎになんと言った？大きくなってもいたずらしてね。やばい、ダメです、やばい、やばいです、これはやばいです、これはダメです、これはやばいです、これはダメです、アウトです、アウトです。では続きまして、プリコネームミスターチルド食品さんからのさすがにプリンセスが引いた騎士くんの一言、ペコリーヌに何と言った？覚えてる？初めて二人で一緒に魔物を倒した時のこと、茜色の帰り道、ペコちゃんをおんぶして帰ったよね、あの時マジ重かったな。おい低めのお何が重かったのかな、胃かな、胃が重かったのか かな食べたからね、いろいろ多分きっとね、食べてからじゃないかな、そうだよね、そうだよ、そうだよね、いい話風でしたもんね、入りは、うん、ちょっとじゃあ続きまして、プリコネームこちらもミスターチルド食品さんからのさすがにプリンセスが引いた騎士くんの一言、コッコロに何と言った？俺たちが初めて会った時おにぎり作ってくれたよね。でも俺寝起きはパン派なんだ。できればベーグルサンドが良かったな。知らん知らん、ほんな食べんでよろしい、よろしいよ私がいただきます、食べなくていい、いいもん。またまたですね、プリコネームミスターチルド食品さんからのさすがにプリンセスが引いた騎士くんの一言、キャルになんと言った？見て見てキャルちゃん、このお金の山すごいっしょ。キャルちゃんの杖についてる本を古本屋で売ったらめちゃくちゃ高く売れた、売れピヨー。絶対やっちゃダメですよ、絶対ダメ、あそこは誰が見てもあれはやばいやつ、やばい絶対ダメなやつだって、あれそこにあるじゃないですか、魔法使いなくなっちゃうよこれ絶対重大なやつですよ、ダメよ、グリムバースト打てないよ、本当キャルの本とフィギュアは勝手に打っちゃダメ、うん、そうそうダメということで以上プリコネ大喜利でした。現在募集しているお題は魔物たちの愚痴、誰のことを何と言っていた、プリンセスが主人公のミニゲーム、どんなゲーム、さすがにプリンセスが引いた騎士くんの一言、誰に何と言ったです。楽しい回答思いついたらぜひ投稿お願いします。そしてそろそろお題も入れ替えますので、お題も思いついたら投稿お願いします。さて続いては、お待たせしました、ゲームをしていて、あるいはアニメを見ていて、伊藤さん演じるコッコロに添い寝しながら囁いて欲しくなった体験を送っていただく、コッコロのおやすみなさい主様です。来た来た来たよ、嬉しいです、久しぶりに、よかったこれ。プリコネームオザキングさんからいただきました、ありがとうございます。継続して続けていることがありまして、それはランニングです、うん、ランニングは4年以上1日も休まず続けています、すごい。そして今はランニングをしながら過去のプリコネラジオを聞き返してます。毎日頑張っていて、コッコロちゃんに癒されたいと思いまして投稿しましたってことですね。あららら、すごい、すごい、これすごいですね、うん、1日も休まず、なかなかできることじゃない、うん、ってことは今も走ってるのかしら、ね、ですよね、聞きながら、うんうんうん、よしよろしいでしょうか、はい、ではではコッコロのおやすみなさい主様です、どうぞ。オザキング主様、ランニングを続けているということでとっても偉いです。そういえば私も最近体力の衰えを感じておりまして、
ランニングしたいなぁと思っておりました。あ、そうだ、オザキング主様、もしよろしければ私と一緒にランニングをしませんか？お気に入りのランニングウェアを着て主様と一緒に走りたいです。あ、楽しみで私が眠れなくなってしまいそうです。実装しよう。実装しよう。ランニングウェアのウェア姿の。いや、私自身がランニング最近やりたいなって思ってた時にこのメールだったので、すごい今尊敬してます。うん、その思いを込めました。いや、羨ましい。いや、偉い。今走る速度上がってますね。上がってますね。ちょっと顔もふんって、ね、こうってしながら。よかった。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、以上今回の番組後半はプリコネ大喜利とコッコロのおやすみなさい主様をお届けしました。投稿お待ちしています。プリコネチャンネルリライブ。さて、今回は発売中の CD プリンセスコネクトリダイブロストプリンセス、ようこそ美食伝より、日だまりを聞きながらお別れです。ここでアニメについてのお知らせ。放送情報。アニメプリンセスコネクトリダイブは ATX にて10月5日月曜日より再放送が決定いたしました。お、第1話冒険の始まり夕焼け空にキノコのソテーは10月5日月曜日19時30分から放送。翌週10月12日月曜日放送の第2話以降からは毎週月曜19時から連続2話放送となっております。さらに毎週水曜金曜にリピート放送もありますので、ぜひチェックしてみてください。またアベマほか様々な動画配信サイトでも配信中です。アニメの詳しい放送情報についてはアニメ公式ホームページをチェックしてください。ブルーレイ情報です。アニメプリンセスコネクトリダイブのブルーレイ全4巻が4ヶ月連続で発売。第1巻第2巻は絶賛発売中。第3巻はついに明日10月2日金曜日発売です。第4巻は11月6日金曜に発売します。各巻の封入特典や全巻購入特典など盛りだくさんの内容になっているので、こちらも詳細はアニメ公式ホームページをご覧ください。アニメの最新情報はアニメプリンセスコネクトリダイブ公式ツイッターや公式ホームページで順次更新しておりますので、ぜひチェックしてくださいね。以上、アニメプリンセスコネクトリダイブについてのお知らせでした。さて、番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しています。いっぱいコーナーありますので、詳しくは響きラジオステーションの投稿フォームを参照してください。よくわからないなという場合はその他から送っていただければスタッフさんが仕分けしますので、お気軽に送ってください。投稿心よりお待ちしています。そして今回採用された方の中から1名様に非売品のアクリルスタンドを差し上げます。今回はどなたに？はい、今回アクリルスタンドを差し上げるのはプリコネームミスターチルド食品さんです。怒涛に最後大喜利で読まれていて、けしからん、はい、けしからんのでこれでいい主様になってもらいましょう。プリコネームミスターチルド食品さんはプレゼント @響き-radio.jp プレゼント @響き-radio.jp から郵便番号、住所、本名、連絡先の電話番号を送ってください。プレゼントは今後もずっと続きますので、張り切って投稿お願いします。プリコネチャンネルリダイブは響きラジオステーションで毎週木曜19時配信。次回第160回は10月8日木曜19時に配信です。お聞き逃しのないようカレンダーにメモしておいてくださいね。ではプリコネチャンネルリダイブ第159回はここまでです。お相手はペコリーナ役マオト、コッコレ役伊藤美久と、キャル役立花梨花でした。来週もプリコネチャンネルにリダイブ。プリコネチャンネルリダイブ、この番組はサイゲームスの提供でお送りいたしました。はい、お疲れ様でした。私はちょっと本編の方でも言ったんですけど、ランニングやりたいなって思ってて。あ、偉いよね。
ですよ。ちょっと体力が落ちたなって最近すごい常々思ってて、確かに歌やなんか始めようかなみたいな、スポーツとか何でもいい。始めるというか、私今年入ってから筋トレをちょっと増やしまして。なんとフォーって言っちゃった。そう、でもなんかストレッチ、体がめちゃくちゃ硬かったんですけど、うんうん、ストレッチ続けてたらちょっと柔らかくなってきたので、ちょっと筋トレ種類増やそうかなって思い中です。かっこいい。あ、それは家でできるやつですか？家でかっこいい。家でやんないもん。ジムとか絶対ちょっと恥ずかしくていけないと思って。確かにそう。私そうですね、まあまあまあなんかができたらいいなとは思いつつも、まあまあまあ家で食べては寝てと思って。これやんないな。食べては寝てだな。食べては寝て。これからもやらせていただきます。寝るのも体力いりますからね。そうですね、寝る方でちょっとちゃんとスポーツをしときます。寝る方でスポーツ。睡眠の質みたいな。寝てカロリーはちゃんと消費しときます。はい。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。ゲームもアニメもラジオもお楽しみに。バイバーイ。